ります。おー、どうしたんですか。まだもう2年台湾に住んでいる頭頭あ、そうですね、もう結構2年以上ずっと住んでるよ。台湾移住メリットとデメリットありますか。あ、確かに結構長く住んでて思ういいところと悪いところあるね。今日はこれ聞きたいですけど今日本当どうした。わかりました。はい、ではそれで今日の企画は台湾移住メリットとデメリットを教えます。じゃあまず最初にいいところを言っていいですか。はい、どうぞ。1個目、すぐに引っ越しができる。そうなんだ。そう、本当にすぐできる、しかも超簡単。つい最近引っ越ししたんだけど、お母さんに「あ、私明日引っ越しする」って言ったら、もうお母さん超びっくりする。え、大丈夫、そんなお金貯めてんのって言われたんだけど、引っ越し代って日本だと30万とか20万とかすごいするらしいの。そんなに高いよ。そうそう、なんだけど今回私かかったの多分2000円ぐらい。引っ越しの業者というか、ララムーブっていうアプリがあって、ウーバーみたいな感じなんだけど、 そのパッキングしたものを持ってってくれるのね、新しいお家のところまで。300元とかだった。私たちあのサイエンハウス何回も投資したよね。そうだよね。あれを使ったね。ララマブだったよね、うん、今引っ越ししよう。パン来る。はい、やーと思ったよね。お家の物件探しもすごい簡単で、うん、アプリがいくつかあるんだけれども、そのアプリを使えば中山周辺とかだとバーって出てきて、うん、お金とか絞ってパッパッパッって見て、あ、今日見に行っていいですか。超早い、もうスピード感がすごい。2つ目、大家さんと向き寄りがめちゃくちゃ近い。あー、確かにね。大家さんが朝ごはん持ってきてくれたり。おー、すごい、それが優しすぎ。そう、びっくりした。あー、まあな、これは台湾で一番美味しい朝ごはんだよって言って、日本の体重計で使い方わかんないから教えてって言って、パーって言って教えてあげたり。そう、私はあのよく中秋節とか新年の時よくプレゼントをもらう。そんな感じ。 LINE もよく来るな。そう、あ、そうそうそう、本当に距離が近い、うん、じゃあ3個目、いい家に住める。お、友達とか一人暮らしの子見ててすっごい高いなと思って、オートロックだと高いからオートロックなしのところに住むとか、そういうのをさ、うん、友達とかも見てたから、大学生の時とかも、うん、高くってやっぱり高いんだなと思ってたのね。台湾も家を買うと本当に高いでしょ。借りるのは比較的安いかも。高い地域は高い地域であるんだけど、高い地域を外れれば本当になんかコンシェルジェとか、そう、もうホテルみたいなところに住める。そうだよね、ズズの家もそうだもんね。もう安いよ。ズズの家もさ、ジムもあるし、うん、プールもあるし、カラオケもあるし、ちょっと遠いけど、でも、うん、家賃は15,000元、5万円ちょっとで、うん、そういうお家に住めるもんね。そう、しかもそういうところの方が大きいマンションとかが多いんだよね。ちょっとお得な気分、うん、じゃあこれはメリットですね。続いてはデメリット。エレベーターがない。あ、古いマンションだったら確かにエレベーターはないです。都会でさ、ちょっと広い家を探そうとか思うと結構エレベーターないところが多くて、引っ越しの時とかさ、もう全部持って行くから超大変。確かに古いマンションだが、古いマンションは10階あるでしょ。そうだ、10階はエレベーターはない。日本は普通に階段はあの2階ぐらいでしょ。確かにエレベーターないところは結構そこまで高くないマンションが多いかもね。続いては2個目、さっきアプリですぐ探せるって言ったでしょ、うん、すぐ探せるからこそすぐなくなっちゃうんだよね。うん、例えば、あ、どうしようかな、今日見に行こうかな、見に行かないかな、あ、でもちょっと忙しいから明日にしよう、もうなくなってる。そう、本当にすぐ決めないとなくなってる場合が多い。その時見たやつと次の日見た物件って本当に全然変わってくる、うん、引っ越ししやすいからなんかすぐ住めるじゃないですか。なるほど、こんだけ引っ越ししやすかったらみんなもするもんね、うん、じゃあ他の日本人にもインタビューしてみようか。そうしようか。デメリットとメリットは何ですか。ちなみにさくらはどのぐらい住んでる
私長いでしょ。私 6年住んでる。やばい、それ大先輩。先輩だよ。先輩。最初メリット一つ目と、日本と近い。海外に住むだと、例えばオーストラリアとか、わかんないけどヨーロッパとかってすごい遠いから、年に1回とか2回しか帰れないと思うんだけど、今もしコロナがなかった、私普段出張とかも込みにすると、だいたい 4,5 回は実家に帰ってて、なので本当に沖縄とか北海道に転勤してるのと同じような気持ち。なのであんまり海外に住んでるっていう感じはそんなに。飛行機代も安い。そうだよね、コロナじゃなかったら飛行機代も実は新幹線と変わんないくらいなんだよね。2個目、台湾は日本人のなんか就職先がいっぱいあります。おお、さくら自身も台湾の大学を卒業して、うん、それで台湾の現地で採用されたそうです、ね、結構日本人もみんな友達とかも仕事見つかってる感じかな。そうですね、多分、うん、もちろん中国語喋った方がいいと思うんですけど、他の人は例えば必ず英語喋れなきゃダメとか、現地の言葉が喋れなきゃ、ワーホリとかでよく行くとお皿洗いのお仕事しかできなかったとかよくありますけど、台湾人は中国語喋れなくても日本語だけ喋れるだけでも実は仕事の種類がいろいろあって、で日本語しか喋れない日本人の方も実は台湾にもいっぱいいらっしゃるんですね。なのでそういう系のお仕事とかが実はすごく探しやすい。じゃあ続いては3個目、医療が発展してる。おお、台湾に来てまずびっくりしたのが、お医者さんの数多くない？おおいおいおい、しかもさ、めちゃくちゃ安くない？そうだよね。めちゃくちゃ安いよね。150元、300とか400円とかでしょ。で、お薬とかもそれに全部含まれてる。そう、帰ってくる時にお薬も一緒に、あ、500円でこれ診察とお薬もらえたの、うん、みたいな感じ。そうそう、での定住してる人に渡されてる、まあ、健康保険証みたいなのもらえると、それがあればなんと、私親知らず台湾でも行ったんですけど、うん、日本円でだいたい500円で麻酔して2本分親知らずに打った。すごくいい医療の感じ。本当、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。感動してる、本当に。じゃあ続いてはデメリット。私はそんなにぶっちゃけ気になってはないんだけど、うん、街並みがそんなに綺麗ではない。例えば道路がちょっとボコボコしたりとか、うん、綺麗に整ってなかったりとか、まあ、古い街なので、例えばその排水溝とかがちょっと処理が甘くて匂いがするとかまあでもそれも含めて全部エモいっていう言葉で丸めたらいいんじゃないですか、ね、うん、そういうの好きな方もいるよね。2個目、交通がそんなに良くないというか、その台北市内だったら歩いたりとか MRT とかでどこでも行けるんですけど、ちょっと地方に行くとバイクとか車がないとちょっと移動生活しづらいよね。高尾に住んでたんだ。そうですね、あの時はバイクがなかったら絶対生活できなかった。南部とかだと結構そうですね、台中とか、うん、台中とか、うん、もう台北と新北は大丈夫な時間、うん、他の県は本当に不便。駐車場とかもちゃんと作ってくれたらみんな車とか持つかもしれないけどさ、うん、言ってそんなに駐車場の数もないんだよね。あちゃんとそこが交通が便利になったら、もしかしたら地方に住む人も増えるのかもしれないですね。そうですね。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。台湾に移住何年くらいですか？トータルで5年くらいです。おお、先輩ですね。メリットは交通費が日本に比べてすごい安いなと思っていて、やっぱりバスとか15元で結構市内のところでも行けたりですとか、電車も日本に比べるとかなり安いので、旅行に行くの時にすごくいいなと思います。メリットの2つ目、家賃貸のお家にもう家具が全部ついているってことですかね。日本はないんですか？そう、日本は例えばベッドも全部持っていくし、うん、クローゼットも自分で持っていく、うん、最初から全部家具となったら出費がすごくなっちゃいそう、うん、もう家具がないとみんな住みたくない。だからスーツケースだけで引っ越せるっていうのはすごく便利だなと思います。続いてはデメリットは、ゴミ出しの時、台湾はわざわざこうゴミの収集車が来る時間に合わせてゴミを出しに行かないといけないんですよ。時間が決まってるから、うん、その時に出せないとゴミが溜まってっちゃうのは、それがもう本当に面倒くさくて、時々ゴミが溜まって本当にゴミを溜めてしまったりすることがあって。じゃあ2個目、台湾に来て初めて知ったんですけど、うん、台湾の冬ってもうほとんど雨なんですよね。あれもう雨だとじとじとして部屋の中もちょっとカビるというか、湿気臭くなったりですとか、革製品なんてカビが生えました。今日本当にありがとうございました。
メリットは、その人がみんな優しいところ。台湾人の人本当に優しくて、毎日優しさに触れながら生きてる感じがする。本当に台湾大好き。ありがとう、そいちゃん。Uバイクとか交通が結構便利だなと思って。逆に日本だと一駅歩くのに30分くらいかかるんですけど、なんか台湾だと駅と駅の間隔が短いから、なんかあれどこでもなんか行けちゃう距離にあるから、なんかコンパクトで私は好きです。交通デメリットの一つ目、はい、実家に帰りにくくなってる。コロナとかも流行ってて日本に帰りにくくなってる。今も飛行機乗るのもちょっとハードルが高いんですけど、うん、もうコロナっていうのも重なってまたハードルがもっと高くなってるんで。どのぐらい帰ってないですか？もう1年以上帰ってないですね。2個目？ゴキブリが慣れなくて、もう4年住んでて、まだ未だにもう見ると発狂するっていう。じゃあ毎回ゴキブリがいたらどうやって解決するの？どうですか、虫か。そこにいるよ。家の中にいたらもう友達呼びます。あ、なるほど。どこに台湾のレストランが多いんですか？たまにいますね、レストランでは。ビーグルは多いですから、あの屋台とか。あ、屋台見かける頻度は高いと思います。もし今度は行ったら私を呼ぶね。そうみたいですね。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。続いてはあやはちゃんです。こんにちは。こんにちは。あやはちゃんは台湾に住んでどのぐらいになりますか？そろそろ1年半経ちます。後輩つい、あれ、え、でも前に住んでたの？そう、前ダンジャンダン州で勉強してた。それを含めると、3年。あ、ダメだ。最初にメリットから。一つ目は税金が安い。今働いてて手取りとかすごい住みやすいし、消費税も低いんで、あまりお金は税金気にしたことないかな。2個目、女性が住みやすい、うん、というのは生理休暇があったり、うん、結構台湾の女性も男性も例えば生理になった時とか、うん、なんか積極的にお湯飲みなさいとか、なんか気にかけてくれる、うんうん、日本にも生理休暇あったりするけど取りづらかったり、うん、だけど台湾の人ってすごい理解してくれてる、うん、なんかチョコレートくれた時本当にびっくりした。体力もらったことある。すごい優しい。あ、これ台湾普通なんだ。今日生理でお腹痛いなとかも結構会社とかでも言いやすい雰囲気。言いやすいし、普通に休み取ったりしてます。女性にとってはすごいありがたいですね、うん、じゃあ続いてデメリット。虫が多い。ゴキブリとか、うん、蚊に刺されるとか。すごい。冬にもいるよね、蚊。います。2つ目は暑すぎて湿気が多い。洋服が乾かない。あー、確かに。いつもどうしてる？外に干せるんで、今は干してるんですけど、あ、あとドライヤーで乾かしてる。そう、頑張って。2日前とかに干したから乾いてるだろうと思って来たらもう超濡れてて、出る前に急いでドライヤーする時とかもある。今日はありがとうございました。ありがとうございました。大先輩ばっかりで、ちゃうく先輩だった。全然先輩ぶれなかった。ズズはどれの、あー、確かにって思った。デメリットだったら確かに虫が多いですね。自分も結構、あ、台湾人でもそう思うんだ。でもめんどくさいかなとか、たまにはあのベッドの上にとか、クモ、やだやだ、怖い。ちょっとスリル満点じゃん。そう、逆にびっくりしたことはメリットの、日本はあの家具がない。あるところもあるんだけど、ほとんどはないかな、うん、こうやって聞いてると改めてやっぱり外国人としても台湾って本当に住みやすいなって思ったし、うん、なんかもうありがとうございますって気持ちが持って思いました。ありがとうございます、ね、もし皆さんで台湾に住んだことがある方がいらっしゃったら、ぜひメリットデメリットを教えていただければと思います。お願いします。今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きならこのチャンネルでグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもフォローしてお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバーイ。